白百合ペット王国。皆さんこんばんは。こんばんは。今日も始まりました白百合ペット王国。元アナウンサーで所沢市内の合唱団に所属し、薙刀の有段者で数々のボランティア活動をされている茶子さんと、所沢の米で日本酒を作る会を立ち上げ、また脚本、童話、エッセイも書き、ペット総裁の仕事をされています菊池一夫さんとお送りします。この番組はゆりかごから墓場までペットの一生を網羅したラジオ番組です。ペットを愛しているから健康のこと、しつけのこと、もっと知りたい、そんな飼い主さんにお送りするペット情報満載の30分番組です。この後一緒にどうぞお付き合いください。この番組は所沢でお部屋を探すならお部屋探しのパートナー株式会社 TS とペットの送り人でありたい白百合ペットセレモニーの提供でお送りいたします。それではオープニング曲、シンガーソングライター八木田舞ちゃんで哲学をお聞きください。白百合ペット王国、茶子さん、はい、8月1日は水の日というんだそうですが、どんなことだったでしょう。もう8月、はい、暑い夏、8月は1年で水の使用量が最も増える月です、はい、その最初の1日、陰暦の8月1日は八朔と言いますが、8月1日から7日の1週間を水の週間とすることが昭和52年の閣議了解により定められました、はい、制定の理由は、我が国の水需要は生活水準の向上、経済の進展等に伴って近年著しく増大してきましたが、一方水資源の開発は次第に困難になっており、渇水時には水不足が生じることが予想される状況になっています、はい、毎年8月1日を水の日とし、この水の習慣には水資源の有限性、水の貴重さ、水資源開発の重要性に対する関心を高め、理解を深めるための諸行事を行うことによって、我が国の水問題の解決を図り、国民経済の成長と国民生活の向上に寄与することをしたいと考えています、うん、だから普段はあまり水に不自由を感じませんけれども、災害による断水とか、はい、水不足による渇水によって給水車が出動するなど、水資源開発や水を大切にすることは私たちにとって非常に重要な課題なんですね、はい、今年のこの暑さでは節水は深刻な課題になりそうですよ。そうですね、はい、駅から近くて家賃もお手頃、ペットも OK、 そんな物件ないかしら。あるんです。駅から近くて家賃もお手頃、もちろんペットも OK。
私たち TS にお任せください。所沢市南住吉株式会社 TS。 白百合。あなたのペットのもしもの時に真っ白い百合を思い出してください。白百合ペットセレモニー。お問い合わせご相談は 04-2928-0900 まで。白百合ペット王国、茶子さん、はい、少し前の新聞にペットの殺処分ゼロ寄付制度と出ておりましたが、ご覧になりました？あの新聞の見出しに殺処分ゼロってありましたので、目が止まりました、はい、福島県議会での斬新な知恵の結晶ですね、はい、ちょっと記事をご紹介します。お願いします。福島県議会で7月6日犬猫の殺処分ゼロに向け寄付金をもとにした基金制度を創設する動物愛護基金条例が全会一致で可決・成立しました、基金に集まったお金は県動物愛護センターハピマル福島三春町の機能強化などに使われます。で、ハピマル福島は東日本大震災と東京電力福島第一原発事故により飼い主とはぐれてしまった被災ペットを保護する救護施設三春シェルターが前身です。2017年度に開設された、人に捨てられるなどした犬猫を保護し年間約450匹を新たな飼い主へ譲渡している、こんな記事でした。ああ、そうですか。いつの場合でも天災災害があってペットの救援救護に動き出すと犬畜生どころではないだろうって、こういうふうに厳しい声が上がると聞きます、はい、そんな時が一番悲しいと、こういうふうに救急救命天使さんたちは言っていました。宮崎県の山下香里さんのフェイスブックからちょっとだけその奮闘の様子をご紹介します。子猫6匹子犬2匹関東へ。こんなに心配した空輸は過去最高でした。羽田の滑走路には穴が開いて、滑走路が一つ使えないことで飛行機が渋滞で、飛行機が遅れて当初の予定から3時間遅れて羽田に到着。無事なのかどうなのか心配で心配で、無事に着いたと連絡もらってやっとご飯食べれた。パケットボランティアをしてくださった浅田美代子さんも、航空会社に空調とかいろいろ気をつけて行ってくださってて本当にありがたかったです。ありがとうございました。そしてこの子たちは関東で家族を探していきます。大野さん、千恵さん、よろしくお願いします。陸送ボランティアしてくださった厚子さん、予定も変更してくださることになってしまい申し訳ありませんでした。ありがとうございます。今回空輸の負担が大いにありそうで体調を壊すかなと思うけど、頼りになるお二人なのでケアも万全です。ありがとうございます。幸せになりますように。応援よろしくお願いします。宮崎県で保護活動をされている山下香里さんでした。はい、父よあなたは強かった、カブトも焦がす炎熱を、敵のカバネと共に寝て泥水すすり草を噛み、荒れた桟川を陸船に、よくこそ打ってくださった夫よあなたは強かった。白百合ペット王国。それでは前回に引き続き、74年前サイパン島玉砕の後生き残り兵として流浪生活を続ける生体験の後半を茶子さんの語りでお送りいたします。
サイパン島玉砕後の廃山兵生活後編。鳥海あざ神殿57、菊池武雄83歳、ついに投降。死神はついに僕を見放した。今度はダメだと手榴弾の安全ピンも十数度抜いた。生と死は紙一重だ。総統兵と共に、迎えに来た人と共に指定の場所に出た。ジープがトレーラーを引いてきた。彼らは笑いながら手を振って接近してきた。隊長は白人の注意で、通訳と黒人と3人、ジープより降りてきた。長い間、食料はどうしたかと聞かれた。カエル、カタツムリ、トカゲ、ヤシガニなど、食べられるものは何でも食べたと答えた。投降した時の容体たるや、髪もひげも伸び、仙人も顔負けのたいボロボロの服、皮膚は泥と赤の裸足、昔の小敷も顔を背ける汚い仕掛けだった。トレーラーに乗せられた8人は黒人兵の部隊につく衛兵所裏のアンペラ小屋に入れられる。黒人兵の保証が立ち、1時間交代である。交代の旅ごとに皆でタバコを1本ずつねだった。隊長と通訳が夕食を持ってきた。大きな容器に油で揚げた肉山盛りいっぱい、食パン一包み、飲み物も魔法瓶で持ってきた。今晩はここでゆっくり休んで、明日収容所に送ります。これは隊長からの贈り物だと、タバコ10個入れ1個ずつくれた。解雇と介護が入り乱れ、その夜は一睡もしなかった。翌日朝食後、トラックに乗り収容所に入る。収容所は有刺鉄線が7メートルくらいの高さに張り巡らされ、四隅には櫓があり、番兵が探照灯を照らして厳重な警戒である。我々はまず被服庫に連れて行かれ、丸裸にされ、小袋を一つずつ渡され、フリマラで浴場に連れて行かれ、引率者がタオル、石鹸、ブラシを出して1年ぶりに洗い流す。泥や赤、ようやく皮膚が見えた。床屋で髪を刈り、ひげを剃って、みんな元の美男子になる。建物の一室でなぜ今まで頑張ったか、何を食していたかなど聞かれた。この収容所では我々が最後の投稿だった。先住者はおよそ500名で、挑発にして幅を利かせていた。我々を新座物扱いにする。腹の立つこと限りなし。数日過ぎた朝の点呼で、名前を呼ばれた者はここに集合とのこと。そのうちトラック2台に乗せられ、輸送船の停泊する港に着いた。我々50名は行き先も告げられず、輸送船で島を離れた。何日かの船の旅。日本人は船の倉庫だったが、寝心地よく快適だった。甲板へも自由に出て景色を眺めることもよかった。ついにハワイに無血上陸した。収容所長ハギンス大尉は流暢な日本語を話す人だった。自らハギンス大尉と自己紹介された。点呼の時、戦国武将の名前が読まれた。加藤清正、山田長政、毛利元就、伊達政宗、石川五右衛門、猿飛佐助の偽名を使っていたことがバレた。自分で登録していながら忘れて2回も3回も呼ばれて、慌てて返事するもの。自分の名前を忘れるやつがあるかと言われ、その後一連番号で呼ばれた。常夏のハワイ、目の覚める緑の樹木、遠くに見える高い山、アロハシャツを着た若い人々、プーンと匂う
パイン畑が延々と続く高い山の間にある収容所にトラック輸送され、昼はグースか寝て食事の時だけ目を覚まし、夜は騒ぐ生活を1週間ほど続いた。ある日、ホノルル陸軍病院で同胞に輸血をする重体患者が出た。献血希望者を募るという。血液型はいずれ見物しようと手を挙げた。陸軍病院で血液型を見られ、血液型の合う人は採血された。また3週間もするとまた大きな船で着いた。港はシアトルだった。検疫を済まして特別列車でサンフランシスコに下車。船で金門橋をくぐり、エンゼル島収容所に入る。海を見ると大きな動物が海面に頭を出して宙返りするのが見えた。多分イルカであろうか。2週間も過ごしてサンフランシスコから特別列車でロッキー山脈を越えてテキサス州ヘルン収容所に着いた。途中、広大な牧野で数百頭の牛の群れが草を噛んでいた。僕もいつの日か故郷に帰った暁には牛飼いになろうと心に決めた。ヘルン収容所は広大な平地で、5番の目の1区画が100アールくらいあった。猛獣の檻のごとく、有刺鉄線の高さ15メートル。日独伊三国の捕虜収容所だった。食堂を中心に木造兵舎がたくさん立っていた。野球をする広場もあった。作業は庭の草取りくらいで、手作りの将棋、麻雀、対抗野球を楽しむ。中には慰問団の生き残りの浪曲師、講談の公演もたびたび開催された。また博覧会も開かれた。絵描きたちはメリケン袋に額縁をつけて山水や花鳥を描いて出品する。また菅のごとき草を刈って乾燥して美濃や傘を作るもの、一寸帽子から横綱の履く下駄を作るもの、皆知恵を絞っての作品1000点も出品され大正解だった。赤十字捕虜取扱規定により月80セントのチケットが渡される。売店で日用品を求めた。自由な生活であったが、気の晴れない日々であった。それは捕虜という二次だった。20年の暮れ、住み慣れたヘルン収容所を後にした。列車でシアトルに着いた時は雪が降っていた。福音、立派な船で12月末に浦賀に入港した。沖には米軍の空母が2隻、甲板には艦隊機が数十機並んでいる。生きて再び踏む祖国の土、再び見る雄大な富士山、心は引きこもごもだった。福音事務所の前には福音兵の妻や母らしい人が大勢いて、どこから帰られましたか、何がしという人はいませんでしたかと聞かれた。列車は立錐の余地がなく満員だ。駅に止まると窓ガラスを棒で割って無理やり乗り込む者がいる。車窓から見る都市は丸焼けだった。国破れて山河あり。山河はそのままでも、人心の荒れすさぶさまは筆舌に荒らしえない。大船渡船に乗り換えてほーっとした。乗客の心情は温かだった。今も忘れられぬ思いがある。僕たちが横須賀で列車に乗った頃、かつて北満で通信中隊長だった横山哲夫少佐が鉄道司令をしていたんだと、一ノ関厳備会場の若葉台戦友会の折、調査で横山中隊長より聞いた。終わり。
ということで、はい、サイパンの思い出の話、ええ、これで前編後編で読み終えたんですけれども、はい、お父さん元気で帰っていらっしゃって、はい、それで結婚をされて、はい、一代さんは生まれたんですか？だと思います。へえ、はい、8月1日さっき水の日ってありましたけどね、はい、その水で思い出すんですけどね、うん、まだ子どもの頃に、うん、沢水だったんですよ。水道じゃなくて沢水、それを引いて研いで引いてきて、そして風呂桶の、うん、あれを一回りか二回り小さくしたぐらいの木箱があって、うん、それに水をためる、はい、でここで何でも洗うんですね、うん、この足でもそこで洗うしね、うん、それから野菜でも取ってきた芋でも何でもかんでもそこで洗うって、そういうふうなところだったんです。で暑い日、うん、友達と裸になってそれで水かけ合ったり、うん、そんなにして遊んでて、でどん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 このエスカレートしてきて、うん、それで今度は水汲んでいって、うん、道に撒いたりね、うん、その辺のこの草むらに撒いたり、そうやって、うん、盛大に遊んでたんですよ、うん、そしたら父親に怒られましてね、うん、で水っていうのはね、うん、そんなに無駄にしちゃいけないと、うん、水と空気っていうのはただだと思ってたら、ま、大間違いだってこう怒られて、で水っていうのもまた空気っていうのもただだよなと思ったけどね、もうそれじゃあ何も言えなくて、うん、でもいつでもそのね、うんうん、水こういうふうに暑い時になると、うん、あの時にね、うん、厳しく言われた、それね、いくつの時の思い出。そうですね、まだ小学校に上がる前の話ですから、幼稚園、まあ、その頃幼稚園もなかったですけどね、うんうん、まあ、その小学校に上がる前の話だったですね。じゃあなんかこうサイパンのこのね、大切な水を海水腹いっぱい飲んで死んでしまおうみたいな話から、雨水を貯めて腹いっぱい飲んだっていうこの水の話、ここに結びつくとなんか思いひとしおですね。そうですね、本当にね、全般も読んでいただいてて、あ、本当に水っていうのはそれぐらい貴重だったんだと、そういうふうに思うと、それは確かにああいうふうに言われるっていうのは当たり前だったんだなって、そういうふうに思いましたね。まあ、この年になって今そういうふうに思いますけど、あと牛の話が出てきましたね、はい、後半で、はい、うちでも父親が牛を飼い始めて酪農、うん、っていうのを始めたんですよ、はい、初めての牛はね、うん、そんなにお金があるわけでもないから、うん、で岩手県に葛巻っていうところがあって、ええ、そこから年を取った牛一頭借りてきて、うん、で子供が生まれたらまず真っ先にその子供で返すと、ええ、そしたらこの、まあ、おばあちゃん牛は、うん、次にまた生まれたらそれはそれで増やしていってくださいって、こんな話だったのね、でこの牛がね、うん、どういうわけかこの子供にね厳しくてね、うん、私も一回ね角でこうつつかれてね、うん、本当にいやらしい牛だなと思ったんですよ。へでもこれいよいよ年取って、うん、そしてこの売られていく時に、うん、涙ボロ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 流しながら行くんですね、うん、でその時もまだ子供の頃、子供の頃だったんですけど、うんうん、ああ分かってるんだって、売られていくってのは分かってんだなって、そういうふうなことを思った時には、うん、今までのね安直しようと思ったの、うん、そこでね許せた思いがしましたね、うん、へでも、うん、ここでお父さんが、はい、その牛を見て、暁には牛飼いになろうって、うん、決意されたっていうところありましたけど、うん、はい、お父さんの思いは叶ったんですね、うんうん、もう夢は本当にね叶えられて、うん、盛んにやってる時は30、40ぐらいいたですかね、ホルスタインがね、へ、まあ、本当にそうですか、
昔菊池さんがお話を書かれたことありますね、はい、FM ラジオの時に、はい、牛飼いの話でもーっていうんで、音が入りながらの、はい、お話を覚えていますけれども、霜降りの里、はい、子供の頃のやっぱり思い出が詰まったお話だったんですね。そうですね、それはありますよね。まあ、なんか思い出話はつきませんけれどももう本当にでもお父さんご無事で帰られて、そうです、ね、本当にこの83歳でこれだけの内容を記憶されてて、こう手記にまとめられたって、お父さんとっても幸せだったかもしれませんね。そうですね、忘れようにも忘れられない、そういうふうな出来事だったってこともそれもあると思いますしね。はい、はい、はい、ありがとうございます。愛するペットと暮らす穏やかな日々、想像する新しい毎日、所沢でお部屋を探すなら TS、 まずはお気軽にご相談ください。株式会社 TS、 電話 04-2924-9459。 白百合ペットセレモニー、愛する小さな家族の旅立ちをお手伝いいたします。ペットの送り人として心を込めてご葬儀を受けたまわります。白百合ペットセレモニー、カタカナでところスペースペットセレモニーで検索。茶子さん、はい、8月7日暦ではこの立秋ってここにありますが、そうですねもう秋なんですね、うん、でもこの暑さ、人間も随分この熱中症で被害が出てますが、はい、これ動物だって同じですよね。そうですね、動物の場合にはどんな感じなんでしょうね。はい、はい、ちょっと熱中症について、ではお話ししてみますね、はい、高温多湿によって体温が上昇し、高体温と脱水によって引き起こされるのが熱中症です、うん、熱中症と診断された犬の死亡率は5割に上ります。5割、飼い主による知識と予防が大切になってきますって、はい、で予防のためにはまず高体温にならないことが大事です、うん、そのために動物の特徴を抑えておくこと、その必要があります。例えば犬や猫は汗をほとんどかきません。というのも人間であれば汗腺があり、そこから汗が出ることで体温の調節をしています。ところが犬や猫には汗腺がほとんどないため、汗による体温調節が難しいのです。その代わり犬はパンティング、ハッハッハッって早く呼吸をすることですが、はい、それで口の中の水分を蒸発させて熱を下げています、うん、犬は毛が体を覆っていることもあり、暑さに弱いのが特徴です。犬の中でも特に注意が必要な種類もいます。代表的なのが短頭種、頭が短いと書くんですけれども、はいはい、ブルドッグやパグ、ペキニーズ、うん、チンなどの鼻が潰れているのが特徴ですが、うん、気道、空気の通り道が細くて鼻の穴も狭いために呼吸が不得意なこともあって、パンティングによる体温調節が苦手なんです、うん、ゴールデンレトリバーやラブラドールレトリバーなどの大型犬も小型犬に比べて体温を下げにくいと言えます。その他には肥満の犬も気をつけなければなりません。皮下脂肪が断熱材の働きをし、体内に熱がこもりやすい上、首の周りにも脂肪がつくので空気の通り道が細くなってしまい、熱を下げるのが苦手です。また子犬や老齢犬も体温調節の機能が未熟だったり衰えていたりするので要注意です。逆に猫はもともと暑さに強い動物のために、症例はそこまで多くありませんということで、こうワンちゃんの熱中症注意っていうお話だったんですけれども、ね、はいはい、まだまだね暑い時期が続きますので、続きますよ、ね、特に今言った短頭種、そうですね、はい、はい、飼っていらっしゃる飼い主の皆さんは気をつけていただきたいですね、はい、そうですね、はい。白百合ペット王国、番組もいよいよ終盤に差し掛かりました。今回は
8月1日水の日の意味のおさらい。福島県議会で動物愛護基金条例が成立したとのニュース、そして74年前に玉砕したサイパン島での悲惨な生き残り兵の状況を、私の父菊池武雄の手記、そして犬の熱中症についてお送りいたしました。この番組は所沢でお部屋を探すならお部屋探しのパートナー株式会社 TS とペットの送り人でありたい白百合ペットセレモニーの提供でお送りいたしました。お別れはドリーミングのオリジナル曲から日の光を田島玲子さんでお聞きいただきながらのお別れです。それでは次回まで皆さんごきげんよう。